どうもどうもどうも、どうもどうも、今回このスペシャルボックスですけどね、できましたね。できましたね。なんかあれですけど、まあまあちょっと自己紹介しないと分かんないと思うんで、誰ですか？私？私は私は誰ですか？私はですね、浩二、浩二岡田、浩二岡田、芸名は浩二岡田、ディレクションを担当、担当です。担当ですか？分かりました。そういうあなたは？僕ですか？僕はあのアートディレクターということになってますけど、金子ですね。金子一馬先生、偉くなりましたね。偉くなりましたね。あ、まあちょっとその前に言っておきたいんですけど、アートディレクターだとあの役者で AD じゃないですか。ああ。AD って書かないでくださいね。ちょっとね。ちゃんとアートディレクターって書いてもらえる。じゃちょっと違う肩書きをまた考えますか。でもしょっちゅう変わってもね。なんかまあまあそれはまあいいんですけどね。はい。まあ、今回スペシャルボックスなんですけど、まあまあこれまあどういったきっかけで出そうという。きっかけ、95年の暮れに、ゲームとしてデビューサマナーを。95年というといつですか？去年ですか？去年ですね。去年ですね。暮れ12月に発売されたわけですけど、まあ、それからもう数ヶ月経った中で、やっぱりもっとね、ユーザーの方にプレイしてもらいたい、いろんな方にねやってもらおうと思って、うん、幅広くね、サターンもどんどんまあ、伸びてるし、どんどんね、なんかね安くなってね、色も変わるし、2万円になって、そのきっかけにやっぱりデビューサマナーもね、今まで以上にもっと新しいユーザーの方々にやってもらいたいというところで、ゲームの方のデビューサマナーと CG ライブラリーの悪魔全勝を一緒にしようと合体して、合体ですか、合体ですか、女神転生だから合体なわけですね。ちょっとコンセプト的にはもろハマってはいるけどベタですけどね。あ、まあ、ね、ベタでしたね。まあそれで女神の面白さを、ね、堪能してもらえばと。まあそうですよね。今回、ゲームの方のサマナーと、それの、まあ、悪魔全勝というのと、ブックレットもね、よりブックレットでは取説ですか、取扱説明書、ね、取扱説明書もより分かりやすくなってね、分かりやすくなって、ページ数も増やして、より、いろんな人にねやっていただこうと、今聞いてもらってる CD もついて、このね CD がね、めったに手に入んないですよこれ、まあ、ね、めったにっていうか買えば手に入る、ね、ありがとうございました、本当に、買っていただいて、そういう趣旨のもとに、スペシャルボックスと、まあ、これ楽しんでいただきましょうということですね。そうですね。